はい、こんばんは、キャバドラです。キャバドラ、今日はね、あのキャバクラに行きたい男はみんな思うでしょ。お前はそれしか言わないな。キャバクラに行きたいしか言わないからな。キャバクラに行きたいんですよ。おで、キャバクラに行きたいけど時間もねえよ。時間がねえ。金もねえよ。金もねえ。どうすんだよ。作りましたやりましょうやりましょうはい、というわけでデッキこちらになります。はい、ね、コンセプトとしては、ほう、まあ、メロメロにしたい。メロメロにしたい。メロメロにする。要はセクシービームやパフパフ、ピンクタイフーン、あと、うん、あとピンクタイフーン、よく気づいたねそう、こんなになってるからねピンクタイフーンなど、はい、さまざま、さまざまな。で、キャストにマリベルを設置して、キャスト1人、1人です、この店キャスト1人やばいなそれ。であとはまあ店長格と、なるほど、いう感じで、これグラコスはやっぱボディーガードゾロゾロ来るわけだ。そう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 、おい何してんだっつって、何してんだっつって、マリベルを守りたい。ほうほう、結構強そうなんで。いや強そうだよね。やっていきましょう。オッケー、私の呪文で。さあ頼むぞ。頼むぞ。マジで勝ちたい。勝ちたいよこれ。クックール、いやいけるいける。クック、あのね、クールかー。美女と戯れてっていつも言ってるじゃん。そうね。や、刺してやろうぜこれって。クールか。いや分からん、まだ分からん、まだ分からん。あ、まあ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 、店長を出せれば勝てるから。店長早く来てくれ。さあ、でもあれですね、悪くないね手札。うん、悪くはないんだよ。とりあえず手投げして、イオナズムはあれですよね、ドンペリだよね。あ、これ完全にドンペリ入りまーすって言って、シャンパン入りますドーンなるでしょう、そうそう、バカ。俺トルネコ来てほしいんだよ。だから、あ、確かにトルネコはマジでいけそうだね。トルネコはね、こういうのに弱いっていうのは知ってるからね。顔見ればわかる。顔見ればわかるククールちょっと色男だからね。わたぼいいね、うん、取りましょう取りましょう。まあ、とりあえずこれコントロール気味なんで、うん、盤面は確実に取っていきたい。次ワタボーを出すとして顔は殴んないかな、うん、まだあのそうだね、ククール戦はあんまり削っていいことなさそうだね。そうだね、このデッキは特にちょっとまだ可愛い女のふりしよう。いやー、私暴力とか嫌いですとか言ってる感じな。もう完全にもう今、あ、優しい子なんだなって思ってる。そう、うわ、これむずいけど、さすがにワタボーじゃない、さすがにワタボーので、テンション上げの早読み2枚あるのが地味にいいな。これ攻撃ダメだよ。しないしないしない。オッケー、はい、なるほどね。悪くない、悪くない。これ5ターン目にもうイオナズム出ますからね。出るね。もうシャンパン入れちゃうよ。ククールちょっと気分良くなってきて、ちょっとこっち来いよとか言ってくるから、この辺から。マジで勝ちて、マジで勝ちて、合格する信じよう、キャバクラ信じよう。絶対にジャガーメージ刺さらない。オッケー、入ってんだな。まあ、最近結構入ってますよね。これどうするよ。これパフパフからのイオナズ狙ってもいいレベルだけど。あ、確かに。どうせ出しても取られんだよね。マリベル、なるほど。いや、これこれいやー、わかんない。でも明治決めたら出していいかなっていう。一応あんのが明治早読みパフパフもあり。明治早読みパフパフもありだね。ちょっと本性見せてみる。てかそっちの方がいいかもしんないね、うん、それいただいちゃいましょう。いただいちゃいましょう。明治、はい、まあまあ前線でいいかな一応。あ、まあいいか。はい、で早読みパフパフ。さあ、エッチなことしちゃったな、おい。でこれやばいぞ。次のターン言わずもいけるぞ。いや、そうだよ、イオナズム行くために今止めたんで。やばいぞこれあるぞあるある、マジであるぞ。あ、メラミ、メラミいいね。相当悪くない。相手がね、あのこれぐらいのスタッツのやついっぱい出してくれたら、うん、本当に嬉しいから並べろ並べろ。あのパワースナイプとかホーリーライトはくれぐれもやめてほしいというそういう注意喚起を今しようと思ってたんだよ、ちょうど。くれぐれもね、くれぐれも。これパワースナイプで、ああ。まあでもこれでテンションたまるんで、うん、ここはイオナズムはじゃあ置いときましょう。そうだね。マジックフライ、うん、これでもイオナズムもありかもな。 どうせ次イオナズン怪しいけどね。そうなんでね、まあ、マリベリイオナズンでもいいんだけど、うん、なんかな、なんかもうちょっとあるんじゃないか説。イオナズム打っても盤面ワタボーだけじゃん、うん、そうだね。だったらもうちょっと引きつけたいみたいなとこは正直ある。欲か、これは人間の欲なのか
難しいね。これテンション、テンション上げてターンエンドまである。ターンエンドはないけどマジックフライは出すかな。そうだか、さすがに出すよな。でも難しいな、これは。打つでしょう、さすがに打つ。うん、指が、指が動かない。待って、マジで考えるから、本当に本当に負けたくないから俺。大丈夫、店長いるじゃん後ろに。メラミも打っちゃうか。打っとく。うん、で盤面全処理して、お、あるいはマグくらい置いちゃって、置いちゃって、いや、さすがにメラミは打たないな。打たないね。うん、ワタボで取る。いや、ワタボ残す。残そう。うん、難しいわこのデッキ。何がしたいかよく分かんないから。女の子の扱いは難しいんだよ。そういうことか。うん、参考になりますだろう。どうする。いや、悪くはないんだけどね、状況的に。うん、どっかで盤面をバシッと取りたいわけよ。あと副店長が早く来てほしい。副店長は龍王か。龍王副店長来るだけで店の周りが全然違う。どんぐりベイビー、はい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 。リトルライバン、おっと、これは飛ばしてくるか。回復して、これ来なかったら、ワタボ、これワタボ来なかったらやばいよ、激アツだよ。来ないだろうこんなん。そうそう、はい、女の扱いが分かってないな、ククールは。これ、いやー、これは熱いけど、あ、うわー、まあそうだよね。 F 取る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 か、さすがにか。いや、でもむずい。いや、これはね、あの妖術師、うん、周りで最終的にはフィニッシュを狙いたいという。妖術師早読みはあるけど、顔面いかれるとすげえやだ。顔面いかれてライバーンに一発当たんないと。女の子は度胸が命だよ。度胸だね、これ。女の子は度胸だよ。ここは度胸だと俺も思っている。だったら妖術師出して早読みでメラミをライバーンに当てようよ。 OK、そうしましょう。今時の女の子は強くなきゃ生きていけないんだよ。怖え、はあ、手が震えるぜ。難しいんだよ。なんでこのデッキ使わされてんだ。いや、使わされてるじゃない、俺は使ってるだけで。使ってるんだよ、うん、勘違いしないでくれ。勘違いしてほしくない、みんなには。これでも取りづらいっちゃ取りづらいよね、多分。そうだね。で、さあ、これまだ分からん、まだ分からん。3分の1引いてくれよ。女は度胸だ。さすがに、さすがに。女、女、女、うわー、なんで。あの相手がイケメンすぎだ。まあいいわ、最悪マリベルいるし、マリベルイオナズンからのゾーマっていう激アツな。できるね、ゾーマ先出して。でも相手先行なんだよな。きついね、それが。どうする。おー、そっち。なるほど、ホーリーライトやるとき。ああ、まあ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 、なるほど、全然悪くないぞ。むしろこれは美味しいまである。うん、当てて、当ててんのよ。当ててんのか、これ。これ真ん中殴って、マリベルゾーン、イオナズン。それはあるね。うん、核じゃない、これは。核か、マリベルイオナズンだな、さすがに。マリナズンでしょ。殴ってからのがいいのかな、この場合は。そうですね、うん、うん、さあ、でもこれ全然あるよ、これ。いや、てかね、かなりいいんじゃないか説が、うん、マリベル強。はい、ご指名入りました、マリベルさん。唯一のキャストだから。やっと入ったな。いけいけ。これぶっ刺さりだよ、でもこれ。爆弾は当たれ、爆弾は当たれ。いいのかよ。うん、まあ、テンション上げましょう。じゃあテンション上げよう。当たんなくてよかったまであるよ、これ。あ、そうかな、うん、女神で完全除去できたよ。難しい、そこは。うん、行こうか。まあ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 、でもこれ結構きついはず。てかね、うん、ずーっと残ってんのこいつ。そうだよね、マジで熱い。それがホーリーライト、ザラキ。 あ、後ろか。さすがに、さすがにそうだよ。まあ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 、ゾーマちゃんと、ちゃんとゾーマを無事に
無事にさ、さこれ待って今何点出るか一応考えとこう。13点出るね。16点まで。あ、副店長。副店長。副店長来た。副店長お願いします。まずマジで熱い。ちょっとお客さんがねちょっとね態度が悪いんですよ。態度悪すぎたさすがに、うん、お客さんのザラ来て。女の子にザラ来だけはダメでしょ。ダメダメ。ちょっと待ってこれ奥じゃん、奥は確定でしょ。うん、奥確定。で。でも開けるかどうか。開けないとでも突破かな。開けてもいいような気はします。開けますか。開けましては、開けましては、出てくるのはどんぐりベビー、あとはだけかじゃないかな。だね。ちょっとマジで、マジあるよ、テンション上がってきた。あるよこれ。でもドブリベビーに交換されるとして、向こうきついコードなんだ。ない。でも開けといた方がいいね。普通にゾウマ出てきても、うん、普通に取れるから。しかも竜を復活させる。おそらくだが、かくあのマルクの息吹で、うん、パフパフできるんちゃうかこれ。パフして。パフパフ来たよ。パフパフさせて。マリベルの太ももが指導を受け、指導指導置いてくれ。マジでこれハンドはめちゃくちゃ強いんだよ。ハンド超強いよこれ。で2本立ちなかったら次のターンリーサルなんだ。うん、すごいな。いや違うわ、10点出ないわ。9点あの10ターン目に16点出るからテンション。そうだね。あ、ベリアル。はい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 。全然想定、全然想定、想定。それは開けるのか。開けないでしょう。開けないのか。開けてきたらもうそれはもう、これね普通にゾーンを置いちゃっていいかも。置くね。開け、開け。あ、びっくりした今。びっくりした、びっくりした今。今向いてたべ。うん、ギリギリまで。さすがにゾーンも置いちゃって。暑いね。やまびこ来ちゃって。待って、これ待ってよ、待ってよ。リーサルはない。リーサルないけど今後のリーサル見越してく。いや、ククールの波動がたまるってことを考えると、うん、開けゾーマじゃない、まずは。アケゾーマ、うん、ザキとかって食らわない。ザキザキされても痛い。まあ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 、てかメラゾーマ複製できるから、うん、店長呼ぼ、店長、店長呼ぼ。じゃもうしょうがない。店長、店長、店長。もうこの客さん無理です私は。さすがにちょっと許せないっすわ。許せないっす、ちょっとお願いします。これ4-2のままでいい説ない。いや、いや難しい。いやでも開けた方がいいと思う俺は。開ける。次の打点が欲しい。4点顔面っていう、普通にあり、ありじゃない。4点顔面入ってたら次13で、その次に8、うん、回復できなきゃリーサルだね。回復しながらやったらだし、ゾーマとリュウオウの進化版取らないといけないんでしょ、うん、そうだよ。で相手にリーサル出される可能性はかなり薄いから、開け、いやいい、それでいいと思う。副店長はこういう男だから。もうあのね、ちょっとあの、監視役だから。そう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 。いや、これさすがに勝ったの。こんな盤面ないぞマジで。ザキだろどうせ。店長。あ、武士やか。店長ね、若い子に弱いんだよ。男にめっぽつやけど。じゃあ竜を開けとけよかったってパターン。いやでもこれ普通にアンルシアで交換できるから。うん。それはあり。悪くはない。パフパフ行きたいな。行きたいね。はい、顔面顔面11点でしょ。あれこれリーサルじゃない、そもそも。ああそうだそうだ、どっちにしろそう埋まってんのか。ブロックされ、ウォールが張ってるから、うん、まあ、リュウオウは開けましょうですね。うん、相手打つか迷ってるね。サイレス入ってるから、サイレス来たら勝ちなんだ。やばいなやばいなマジで来ねえかなサイレスクソ熱いからね。癒しの波動、完全アンルシア返し。マジで引きたいんだけど、なんとかならんか。うわー緊張してきた。待てよ、やまびこか。悪くはないんだけどね。これパフパフ引きに行く。パフパフ引くのはあり。だってアンルシア当て格じゃない。当て格、ただ引いてからのが一応。そうだ、ね、キャバクラデシカだよ。だってまだキャバクラの人少ないよ。手が震えるぜ。サイレスってことね。うわー微妙だな。
で、ベリアルはそろそろ取らんといかんのよ、でも。もう一回やる？いや、待って、もう一回やるともう行動が制限されちゃう。もう一回やる？もう一回やってもまだ大丈夫なんだよね。女の子は、行ってみて。何？女の子は？女の子は、いや、わかんないわかんない。その続き知らない俺。度胸が大事。そうだそうだ。ごめんごめん。ちょっと待って。待てよ、一応メラミテンションで当てるから3点確保しとけば2人は取れる。あ、時間やばいよ。はいはい。あ、ピンク大砲熱い。ピンク大砲熱い。これベリアルに打って取っちゃえばいいんじゃない？とりあえずベリアルに打って、で、あの相打ち先ピンク大砲の方がいいよ、リオの出てくる時間あるから。ピンク大砲どうや、どうや。さあ、副店長が裏の姿出てきたな。マジであるぞ。てかサイレス引いたら勝ちなんだけど、引かないかな。マジ勝ちそうなんだけど、こんなななななザラキぐらいじゃん。ザラキぐらいだね。ザキと持ってるかな。次セクシービームで当てつつグラコス。全然こっちじゃない？え、勝ったんじゃない？勝った勝った、やった。ほらほらほら、キャバクラは強えぞ。あ、じゃダメだ、あの回復してる、20になってる。あれ待って、7点の、いや21だから1点足りない。いや、あの、いや、あ、1点足りない。やべえ、1点足りない、やべえ。サイレス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 、あ、まっ、うわー、もうくっそー、マジかよ。テンションが溜まってねえから、それでも勝てそうだけどな。うん、13点だよね。553の20の1点足りないね。足りないね。どうする？真ん中殴るは確定。確定、ここは確定じゃん。うん、はい。で、また自分の体力は、自分の体力は18。だからもう、やばいんだよ。セクシービームを打つのもありだね。セクシービーム打つのはあり。メガゾーマ打っちゃうか、さすがに。山火、あの、難しいのが、笑い袋出して1枚引きに行くかどうかっていうところで。あ、なるほど。それでだいぶ条件変わってくるから。いや、セクシービームは使うから、うん、これで。え？いや、違う。いや、難しいこれ。セクシー、でもセクシービーム使ってどうするのって話だよ。だってこれ1点になっちゃうんだよ。これやってる、やってる時間ないだろ、セクシービーム。もういいです。殴ったね。ナズン熱いよ。いやー、マジミスったけど、いや、いける、ま、いける全然リーサンの感じじゃ出てないよ。リーサンの感じは全然出てない。勝ってんじゃない？勝っ、だって次も13点以上出るから、手札だけで。緊張するわ、緊張する。こんな一戦になると思ってなかった。わいわいキャバクラだと思ってたらさ、やばいな内容が。ゾーマ勝ったんじゃない？勝った、勝ちました。勝ったよね。勝ちました。え、待って、山彦使えないか。使える。17点余裕で出る。紙デッキきた。紙デッキなのこれ。え、これ待って、一応召喚図通るかどうか見るわ。あ、通るね。え、そっちやるともいいしね。うん、な、誰でもいいんだよ。うん、メラゾーマで勝った。すげー、召喚つ、副店長つえー。あ、待て、いやいや、あの、テンションスキルで終わり。あ、よかった。あの、複製しなくても。オッケーオッケー。てか、あの、圧倒的な勝ち馬だったよ。だね。このデッキ強い。強いでしょ。やばい。でしょ。紙デッキだわ。キャバクラでしか、これ、環境、ぶっ刺さりです。ぶっ刺さりです。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。ガチ強い。マジガチデッキ。マジガチキャバクラでしか。あの、高級キャバクラ。高級キャバクラです、これ。ぜひ、使ってみてください。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。See you next. Bye.